どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は箕輪さんの模擬面接シリーズということで、実際の就活生の方に来ていただいたんですけども、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、津田塾大学3年生の小倉瑞希と申します。よろしくお願いいたします。本日2回目の出演ということで、前回出演してどうでしたか？反響はありましたか？はい、すごく連絡がたくさん来て。今回は面接ということで、で今志望の企業とかは決まってないんでしたっけ？はい、決まってないね。じゃあ今回も箕輪さんが、ね、一緒に働いたいと思うかどうかを判断いただけたらなというふうに思っております。はい、では面接の方を開始させていただきます。よろしくお願いします。自己 PR の方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私は柔軟性を持って物事に取り組む力があると考えています。大学1年生からカフェで接客アルバイトをしております。その際はマニュアル通りではなく、一人一人のお客様に合った対応をすることを心がけてきました。具体的には仕草や表情といったノンバーバルなサインから思いを汲み取って、それに合った対応をすることでお客様に喜んでいただきました。またトラブルが起きた時には周りの意見を柔軟に取り入れることで臨機応変に問題を解決してきました。将来働く上でも自分の強みである柔軟性は生かしていきたいと考えております。以上です。第一印象どうですか？なんかまっすぐすぎて目を見るのが恥ずかしい。確かに僕の薄汚れたことを見抜かれてるような気がする。ここから箕輪さんに深掘りをしていただきたいなというふうに思っております。はい、カフェでそういう人の気持ちを見て対応しているのは話しただけで分かったんですけど、それ以外の大学4年間でやったことって何かありますか？幼少期から海外や英語に興味があったので、やはりこの大学生の時間があるときにいろんな世界を見たいなと思いまして、アルバイトを2つやっていたんですが、そちらで資金を集めて7カ国に渡航いたしました。例えばどういうことですか？旅行だとやっぱアジア圏が多かったんですが、英語力をつけるためにニュージーランドとアメリカにそれぞれボランティアと短期語学留学をいたしました。英語を使った仕事を今後やっていきたいと。そうですね、実は昨年まではキャビンアテンダントとか航空業界に目を向けていたので、その際やはり英語力が、なるほどね、今はもう結構きついもんね。はい、そちらは確かに CA さんっぽいもんね。そうですよね。なるほどね。じゃあ逆に今その CA さんみたいになりたいなって思ってたのが、はい、単純にコロナできつい友達募集もしてないしっていう状況で、はい、これやりたいっていうのはあるんですか？知り合いにアナウンサーの方がいたので、ちょっとそちらのアナウンサー職にも挑戦したいなと思って、昨年の夏から徐々に、チャレンジをしていたんですが、やはり狭い枠ですし、他の業界も幅広く見て自分のやりたいことを探しています。自分の性格を分析してみて、どういうふうなことをやりたいとか、どういう人間でありたいみたいなのはあるんですか？このキャリアを積む上で自分がやりたいことを立ち上げてみんなを引っ張るとかじゃなくて、そういう人たちをサポートするとか、どういう立ち位置で仕事をしていきたいみたいなのあります？部活動のマネージャーした経験があったり、そういうものがすごく軸にあるので、やはり自分はこう支える側の方が向いているのかなっていうのは感じております。自分のなんか欠点みたいなのってあります？たくさんあるんですけど、ちゃんと自分の考えはあるんですけど、相手に合わせすぎてしまったり、気を使いすぎてしまったり、自分の思い言えない時とかがあったりします。まあでもだから支える側がいいってそういうことで、自分の意見を強引に通すってよりも、そういう強引に通すような人のやりたいことをサポートしていくのが得意っていうことだと思います。こういう人になりたいみたいな人います？ロールモデルで、男でも女でも。就職活動する上で経営者の方と話す機会が多くて、それぞれすごく魅力的で、もう尊敬する方が多かったので、経営者でもどんなタイプいると思うんですけど、どういう人が尊敬できるなと思うんですか？一人で引っ張っていくタイプの方もすごい尊敬はするんですけど、チームワークを大事にしたり、従業員を大事にする方はすごいなって思いますね。箕輪さんと何か一緒にするとしたら、どういうことをしたいとかってありますか？例えば、一緒に働くにあたって、こういうところを力添えできるんじゃないかとか、一緒にやってみたいなのがもしあったら。
失礼に当たったらあれなんですけれども、すごい突発的な行動をされると思ったっていうんですかね、間違ってはない、衝動的なね、新しいことにボンって挑戦できる方だって感じたので、マネージャーをしていた時代もキャプテンもそういうタイプだったので、サポートっていうのもすごく楽しくてやりがいを感じていて、ちなみにサポータータイプの方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、ここが強いですが、私ならここができますみたいな独自性とかってありますか？意見を求められることが多かったんですね、その先生だったりキャプテンに、いつ聞かれてもいいようにちゃんと観察するようにはしていて、伝えなきゃいけないことはしっかり伝えるっていうことは大事にしていました、ということで一連の面接が終わったということで、皆さん正直に無事に当たりたいかどうかを札を上げてください。お願いします。俺ね、いや本当丸だし、丸が上げられないよ。マジですか？いやまあ、こんなにまっすぐな人もバカに。いやでも本当に、僕がそういう風呂敷を広げるタイプなんで、綺麗に畳んでくれたり、常識があったり、サポートしてくれる人が魅力的なんで、そこはなんかすごい責任感を持ってやりそうだなっていう気がしましたね。具体的なここが良かったとかってありますか？本当自分の言葉で喋ってるっていうのと、その嘘がないっていうのは伝わってきました。最後のよく観察しますとかっていうのがめちゃめちゃオリジナリティあってリアルに感じたんですよ。多分それって今喋りながら出てきた言葉だからリアルに感じて、で他の言葉は一点のミスもないんだけど、逆に言うと本当完璧な原稿みたいな感じがして、ツッコミどころも逆に言うとないっていうか、立派だねっていう悪いことじゃないんだけど、職種によると思う。CA さんとか秘書とか、まあ、一般職のとか決められたことを完璧にやったりサポートするような職種だと、あこの人大丈夫だってなるけど、例えばテレビ局とかメディアだとか自分からこう発想してったりなんかするようなとこだと、自分の言葉で話してないなっていうのがあるから、違うなって思われちゃう可能性があるから、喋りながらでいいような気もした。例えばその欠点のとことかも、面接テクニックみたいな話になるからあんま本質的じゃないかもしれないんだけど、その時に思い浮かばなかったとしても、本当に会話してたらって言って考えながら喋れるんだけど、思い出そうとしてるとなんか作ってきたものを今ここで披露しようとしてんだなと思うと、こっちもね集中力が続かなくなっちゃって、決められた仕事をする仕事じゃないような会社にとってはその他大勢になっちゃう可能性は高い、ね、そこだけかな、うん、俺も何回も面接してるけど、完璧に話して嘘をついてるなって人が論外なんだけど、完璧に話して本当に自分のことを言ってるなって言ってても、クリエイティブ系の仕事だとインパクトがないから、こいつすげえなってやつが来た時に負けちゃうかもしれない。そこがなくても、なんか求めてる職種がそうでもないから、なんか変な天候のこと言ってインパクト残してもしょうがないから、自分に向いてるようなところを受けてれば今のままでもいいと思う。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ感想の方をお願いします。はい、緊張していたんですけど、正直話したらすごく優しくて、優しい、いつもやれんだよ、半グレだと思われる。丸もいただけてすごく自信になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、続いては実際に今悩んでることをお答えいただけたらなっていうふうに思っております。ちょっとしたエピソードが持ってしまっていいのかな、うん、はっきり言って、エピソードの凄さってどうでもいいっていうか、恥ずかしいところをさらけ出すって方じゃない。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。